ああ、これがこちらで用意できる最後の花火。これ以上問題が起こらないといいのですが。安心してください。もうすぐ幽変様が直々に問題を解決してくれます。私たちもここで見張りをしていますし、何も起こらないでしょう。ああ、その通り。おや、旅人戻ってきたのか。後ろにいる二人はもしかして。敵陣に深く入り込むのは実に危険な行為だ。僕も一緒に行っていれば。そう言うな。旅人の実力は僕たちも分かっているだろう。しかしどうやら僕たちは知らない間に事件解決への手柄を立てていたようだ。そうだぞ、さすがだな。つまり義経の道とは元より天地の間に存在し、機会があればおのずと訪れるというわけだ。お前らが花火を盗んだのか。許せん。落ち着いてください。とにかく犯人は無事捕まりました。旅人さん、ありがとうございます。しかし国政様は一緒ではないのでしょうか。国政は他にも砲塔団がいないか心配して辺りを調べてるんだ。そうだったんですね。さすが国政様、抜かりありません。先ほども追加で戦艦軍の応援が来ていました。多分総務士の手配でしょう。聞いたところ逃亡していた砲塔団をほとんど捕らえたようです。これで少しは安心できますね。こちらの砲塔団の方は私たちにお任せください。城内へ連れて行き、彼らの仲間と同じように裁きを与えます。これで事件は解決したようだ。残って花火を見たいのは山々だが、もう行かなくては。もう費用紹介に戻るのか。まだ仕事が残ってるのか、ゆくあき。祭り期間中はやるべきことがたくさんある。だが心配はしないでくれ。使用人たちも一緒に手伝ってくれるし、最悪長雲にも手伝ってもらおうと思っている。まだ手伝わないといけないのか。友としてそれくらい当然じゃないか。遊ぶのはやるべきことが終わってからだ。この道理は君もわかるだろう。まあ断りはしないが。まさに大勢で薪を拾えば焚き火の火は高くなるだ。この言葉と同じように、適切な人に仕事を任せれば何も問題はないというわけさ。明らかに口のうまい奴が他人に仕事を任せているようにしか思えないんだが。まあ細かいことは気にするな。終わったら僕が何かおごるからさ。では僕たちは先に失礼するよ、旅人。